3月20日の春分の日、宇宙元旦までに絶対に手放すべきものがあります。3月こそこれを手放して超最強の運気にしましょう。あっという間に3月ですね。1月に年が明けたばかりのような気がしますが、月日が経つのが年々早くなっているような気がします。さて、3月20日に春分の日がやってきますよね。昔から春分の日の前には掃除とか片付けをすると運気が上がると言われています。春分の日は新しいことを始めるのに最適な日なので、この日までに古いものを処分すると運気の流れが良くなって運気アップにつながるんですね。そして春分の日は宇宙元旦とも呼ばれていて、これから1年にわたって影響する1年の中で一番重要な日なんです。暦的には1月1日が元旦ですが、宇宙的感覚から言うとこの春分の日が1年の始まりの元旦の日なんです。元旦と言われるからにはやっぱり綺麗にしておきたいですよね。そしてこれからの1年の運気をアップさせるには捨て活が一番効果的です。宇宙元旦までにぜひ捨て活を完了させて、すっきりした家にして、これからの1年を最高の運気にしたいですよね。さあ、今日から始めましょう。家に空いている空間がないと新しい運気は入ってくることができません。不要なものが溜まっているとどうしても運気が下がります。家が不要なものでぎっしりだと新しいいい運気が入ってこれないんです。使っていないものは捨てて身軽になっておくことが大切です。運気は空いている空間に飛び込んできます。不要なものを捨てれば空間が空いて新しい運気が入るようになります。不要なもの、使っていないものには感謝を告げてお別れをして、いい運気が入ってくるのをブロックしているものを手放して、新しい運気が入ってくることができる空間を作りましょう。年末に大掃除をするのと同じ感覚で、家の不要品や使っていないもの、ゴミを処分しましょう。年末年始に大掃除ができなかった人は、いい機会なので春分の日に向けて捨て活をしてみましょう。何年も着ていない服とか使っていない家具、家電や生活用品、年末の大掃除で捨てることができなかったものを改めて手放しておきましょう。迷ったら処分ぐらいの勢いでやってみてください。春分の日だけ捨て活をすればいいのではと思いますよね。でも捨て活は時間がかかります。1日で終われるものではありません。だからこそ今日から捨て活を始める必要があるんです。春分の日までにすっきりした家にして最大限に運気をアップさせることを目指すなら今日から始めましょう。とはいえ時間はそんなにないかと思います。年末年始のようなまとまった休日もなくて、仕事があったり他にやることがあったり、皆様忙しいかと思います。なので今日は一番大事な場所、ポイントを絞ったアイテムの捨て活についてお話ししようと思います。まず一番大事な場所は玄関です。でも玄関は不要なものがたまりやすい場所でもあります。いい運気を入れたいと考えるなら、運の入り口である玄関をきれいにすることが最も大切です。玄関が散らかっていると運気は下がると言われています。不要なものがあったら手放して、春分の日までに最優先で玄関をきれいにしておきましょう。例えば靴がたくさん出ていて、靴箱の上にいろいろなものが置いてあって、床の上にも物がたくさん直置きしてあるなら、徹底的に手放していく必要があります。このような玄関ではいい運気は入ってこないからです。靴はすべて靴箱へ収納して、叩きには何も出てない状態にしましょう。そして玄関に余計なものがない状態にしておきましょう。
履いていない靴は手放しましょう。手放す靴のチェックポイントとしては、古くて劣化した靴、痛い靴、ヒールが高すぎる靴、小さい靴、大きすぎる靴、崩壊した靴、カビの生えた靴、かかとの取れた靴、こういった靴は持っていても履きません。今まで修理していなかったのなら、今後もきっと修理には出さないでしょう。手放しましょう。そして靴箱の中身をチェックしましょう。靴を買った時に入っていた空き箱は、特にブランド物の靴だとつい取っておきたくなりますが、手放しましょう。場所も取るし、カビの原因にもなります。靴のインソールも使っていないでずっと置きっぱなしになっているなら、手放しましょう。大きめの靴を買った時に店員さんに勧められて買うことも多いんですが、結局使わないんですよね。靴磨きのクリーム、シューケア用品、靴ブラシとかスポンジ、靴スプレーなんかは長期間使っていないなら手放しましょう。傘入れに大量の傘が入っていたら、使っていない傘は手放しましょう。壊れた傘も運気を下げます。今すぐ修理に出さないのなら手放しましょう。靴箱の上の飾り物もほこりをかぶっているなら手放しましょう。枯れた観葉植物とか空になったアロマや芳香剤も手放しましょう。ゴミ出しするためのゴミの一時置き場になっていたらゴミは捨てましょう。段ボールとか新聞がストックされているならそれも手放しましょう。紙類は邪気を吸い込むので、なるべく早く処分しましょう。スーツケースとか、自転車とかゴルフバッグ、レジャー用品が置いてあって、いつも使うわけではないなら、他の場所に移すか、使っていないなら手放しましょう。古くて劣化したスリッパも手放しましょう。切れた電球も手放して、新しい電球に変えましょう。理想の玄関は、叩きには何も出ていなくて、靴箱の上や床に余計なものが置いていない明るい玄関というのが理想です。できるだけ理想に近づけるように頑張って捨て活してみてください。玄関の次に大事なのがトイレです。運気をアップさせるために心がけることは、物を少なくすっきりとさせるのが基本です。トイレをきれいに掃除しておくことは必須ですが、余計なものが置いていないかどうかで運気が大きく変わってきます。トイレは邪気が満ちている場所なので、中に置くものは必要最低限にしておきましょう。紙類は邪気を吸い込みやすいので、トイレットペーパーのストックも必要最低限にしましょう。本や雑誌、新聞なんかも置かないようにしましょう。NG なトイレは次のようなトイレです。タンクの上に物がたくさんある。トイレットペーパーが床に直置きしてある。トイレに読みかけの本や新聞がある。こういったトイレは NG です。トイレットペーパーのストックやトイレ用洗剤は戸棚にしまいましょう。小物なんかの飾り物がたくさん置いてあると掃除がしにくいし、ほこりがたまりやすくなります。また、カレンダー、時計、ぬいぐるみ、人形なんかも置かないようにしましょう。悪い気を吸収して運気が下がります。トイレに小物や雑貨がたくさん置いてある方は見直してみてください。トイレには観葉植物とアロマ以外何を置いても NG です。とにかくトイレには余計なものを置かないことが大切です。そして、春分の日に向けた捨て活の一番重要なポイントは、運気が入ってくる空間を開けてあげることです。そこが最大の目的です。美しく並べるとか、色別、サイズ別に分類するとかは、今回は必要ありません。不要なもの、使っていないものを手放して、運気が入ってくることができる空間を開けてあげるんです。そこに集中しましょう。つまり、ぎっしり入っている収納をゆとりのある収納に変えてあげることです。家の中で物がぎっしり詰まっている場所ってありますよね。
棚や引き出しを見てみてください。例えば服、アクセサリー、化粧品、本、文具、キッチン用品、こういったものが結構ぎっしり入ってしまっているのではないでしょうか。ぎっしり入っている収納をゆとりのある収納に変えるためには方法は一つしかありません。使っていないもの、不要なものを手放すことです。畳み方を工夫したり、整理整頓術でぴっちり並べても空間は増えません。手放して家から出すしかないんです。そしてその空いた空間に新しいいい運気が入ってくるんです。今日説明したすべてのことを3月20日までに実行するのは難しいと思いますが、優先順位をつけてできる範囲で実行できれば大丈夫です。今回は一番大事な場所である玄関、トイレを重点的にやっていきましょう。そして時間と体力に余裕があれば、棚や引き出しをチェックして、服、アクセサリー、化粧品、本、文具、キッチン用品など何でもいいので、ぎっしり入っている場所をチェックして不要なものを手放していきましょう。次の動画では春分の日に向けた捨て活の後半として、クローゼット、紙類、本、家電、キッチンの捨て活のお話をさせていただきたいと思います。3月20日の宇宙元旦に向けて無理なく捨て活を進めていきましょうね。もちろん3月20日を過ぎても引き続き捨て活を続けていくことはとってもいいことです。せっかくのチャンスを逃さないようにして、今年1年間いい運気がずっと続くように頑張っていきましょうね。